高崎白衣大、観音高崎白衣大観音は、群馬県高崎市の高崎観音山丘陵にある大観音像である。観音山の山頂、標高190メートルの地点にあり、最上階からは、高崎市街地や群馬県の主な山々、さらには八ヶ岳等まで一望できる。通称、高崎観音。高崎市民は、観音様、白衣観音と呼んでいる。 市民は、白衣観音と発音し、白衣の呼び名を使う人は少ない。群馬県の郷土カルタ、高芸カルタでは、白衣観音に、美薬衣観音と振り仮名があるので、その影響が少なくないと思われる。1936年、実業家の井上康三郎が建立した、鉄筋コンクリート製の観音像で、高さ41.8メートル、重さは5,985トン。 建流当時は世界最大の観音像だった。高崎に駐屯していた第二本帝国陸軍不評、第15連隊の戦没者を慰霊するとともに観光地とすることが目的だった。現在は年5万から6万人程度が配管する。内部に入ることもできる。146段の階段が急層を結んでおり、20体の仏像が安置されている。原型政策は、 伊勢崎市出身の中近工芸作家、森村雄造によるもので、黒川龍玉が志向の指揮を取った。高崎駅西口から、高崎市内巡環バス、ぐるりん、観音山線に乗車、白衣観音前停留所下車。所要、約25分。ありがとうございます。